はい、おはようさんです。何とおはようさんだろう、寝ぼけもなこと喋るから言っちゃいけないこと普段から言うけどもっと言っちゃうかもしれないんですけど、昨日のなんか SNS のニュースでフェルナンデスっていうギターが、これフェルナンデスのギターなんだけど、先輩から、先輩っていうのが、まあ、まあ先輩からタダでもらったギターなんだけど、ただまあよくわからない。まあ先輩っていうのはモテ男でさ、あの岡山県の地方テレビ局のラジオドラマに出演したりってたことがあるらしいんだけど、まあギタリストでもあったり執筆業をしてたら、京都のロックマガジンっていう雑誌会社、ロックマガジンっていう雑誌があったっていうのはあんまり知らないんだけど、秋井映さんっていう人が当時の編集長で、わかんない、その人のロックマガジンの記者っていうか、で執筆してたこともあったりとか、まあ、そういうバンドも好きで、他の岡山県のそういう名士の一人だったけどね、まあバンドとしてはもう有名だったかわかんない。俺はあんまり一緒にバンド組んだことはあるんだけど、一緒にステージ立ったことは1回か2回ぐらい、2、3回かな、もう忘れた、もう忘れたっていうか、俺はそんなに活躍の場あったかなかったかっていうと、まあ俺が出た時は俺が目立ちすぎて大叱られでこいたっていう記憶しかない。お前は若造のくせに何目立ってやがるなんて言って、すげえお叱りを受けたから、まあ先輩とは、先輩から直接お叱りを受けたから、周りの取り巻きでね、ガヤがちょっと下がったから、まあ基本的に先輩が70年代のフェルナンデス持ってました、持ってたよね、ちょっとこれで、あれいらないんだったら、ちょうど買うから、お金出すから送ってくださいよって言ったら、もうあげるよって言って、ポンとくれたんだけど、これ、ボディとネック、実は別の型番らしくて、70年代なのか分かんないんだけど、で、俺はピックアップも、配線をめちゃくちゃにされてたから、配線変えたの。配線も変えたし、ピックアップもこれテレキャスターのピックアップにいたし、こっちはシングルハムバッグ、ハムバッグバーって、そういうとこあんまり、まあ、ギター知ってる人ならそれなんだっていうギターだけにして、もうあんまり最初買ったギター、エレキギターっていうのは実はバッタモンのシャフツベリーっていう、まあ、日本製のリッキンバッカーっていうか、まあ、ピート・タウンゼントが最初に持ってたからビートルズ買ったんだけど、すごい指板が弾きにくいタイプのギターだけど、まあギターホールがついてないとかして、まあ弾きにくいギターで練習したから、次に持ったストラトキャスターっていう日本製のベンザージャパンのストラトキャスターが、すごくそのシャフツベリー製のリッキンバッカー風ギターダミーでね、その日本製のリッキンバッカー風ギター、すごく弾きづらかった、弾きづらいっていうか、まあ、初心者に難しいタイプの指板だったりしたから、フェンダージャパンのストラトキャスターにするとすごく弾きやすかったから、まあその次にだいぶ活躍したのはフェンダージャパンの89年頃からストラトキャスターで、まあ、その後いろいろあって、テレキャスターにしたけど、テレキャスターにすると、あ、テレキャスターここないかな、まあいい、ここのコントロールノブっていうつまみね、ここのボリュームつまみとかゾーンつまみとか、位置がちょっと違うから、ストラトと
とアームも、ストラトにはアームあるけど、トリキャスにはないから。で、実はこの位置が違うんで、ずっともうテレキャスターが、まあ、77年のテレキャスターの USL、 それは当時新宿のどこの学芸さんだか忘れたけど、ブラブラ来てた時に1万以内とか7万後半円、後半の値段だったから7万何千円の値段だったから、当時7万何千円ぐらいが相場だったんだから、まあ今なら買っちゃおうかなと思ったんだけど、ヴィンテージ風ギターっていうのがまずそのテレキャスターだけど、その次これジャパビンになるのかどうなのか、めっちゃ改造してるし、ネックとボディ違うし、ピックアップも変えてるし、オリジナルのフェルナンデスじゃないっていう。で、まあ、ピックアップでだいぶ音変わるし、俺最近思ったギター自体の特徴ってかなり大きいとは思うんだけど、実は弾く人によって全然音違うんだなっていうのが自分でも改めて分かったっていうか、すげえ安いギター俺が弾いたとしても、いつもと同じ音に近い音に全く同じじゃないけど、そのギター会社の楽器会社の特徴は出るんだけど、俺が弾くとじゃなくて、他の人でその独自個性のあるギタリストだと、やっぱり違うギター持たされても似たような音しか出ないっていうか、出せないっていうのはあるよねっていうか、あるらしいっていうのは自分で改めてまだまだと分かったっていうか、まあ70年代のいつ頃のこれよくもう全部解剖してっていうのをバラして、型番ボディとネックとそこら辺全部どこのパーツだったかっていうのを思い出すというか、分析したことはないし、ものすごいタダでもらったっていうのがあるんですけど、先輩のご厚意でもらってギターなんだよ。実際これどういう言われのあるギターなのか分からず、たまに弾いてるんだけど、何ですか。ああ、それでさんまさんってなんか自分のなんていうのか、陰茎のことをフェルナンデスって言うのかな。さんまさんは自分の陰茎のことをフェルナンデスっていう名前で呼んでるらしいんだけど、これは俺の陰茎じゃないと思うけど、フェルナンデス末のネックとボディだね、多分違うと思う。これ俺の陰茎なのかなと思うんだけど、まあ俺とさんまさん女性の趣味全く違うの知ってるよねって、多分ね、さんまさんがいじめるタイプのようなタレントの女性のタイプ俺好きなんだよな、多分。さんまさん好みの可愛らしいの、実は俺そういうタイプに俺がいじめられる方だったんで、いやもう、いやそうじゃない女の子いるんだろうけど、っていうかいじめられるの分かるんだよな、可愛らしいアイドルっぽい女の子普段から応援してテレビ眺めてないかもっていうのはあるんだよな。これ俺がさんまさんでこれが俺の陰茎かっていうと全然そんなことないとは思うし、フェルナンデスっていうギター会社が潰れたのすげえ残念だし、まあさんまさんディスってるわけじゃないけど、俺さんまさんの陰茎を自分の指で上手に弾きこなしてるわけじゃないんで、ちょっと誤解されるとね、ギター会社の方にもさんまさんの方にもご迷惑かかるから、俺みたいな下手くそなギタリストに言われるってね、ちょっとギター弾いてみた風の動画しか出せないからさ、下手くそだから、うん、ほんとほんと一流カリスマギタリストに比べると全然大したギター弾けないんで、俺みたいなちょっとギター触ってみましたタイプのギタリストに偉そうに言われたくないじゃん。
弾いてみた風っていうか、なんとかをコピーしてみたとかさ、そういうタイプだからさ、俺多分そうなのかな、そんなことやったからとか思うんだけど、まあ一流カリスマギタリストに言わせれば、俺みたいなギタリストにこれさんまさんの陰茎ですなんていうふうに思われてると、どちらにもねご迷惑がかかることなんで、俺みたいな三流ギタリストに言われると、うん、だからまあ基本的にフェンダー USA なんて高校生の分際で、俺が高校生の頃だったらまず手が届かないっていうか、まあ、今でも届かないから、大人になったらいつかフェンダー USA のまあできた製造番号近くて、まあ手頃なの奮発してローンで買おうかなっていうのはあったんだろうから、まあ基本的にローン組まないタイプっていうか、シンセサイザー買うときに、シンセサイザーというか、まあ作曲メモのためとか、まあ作曲のアイデアを変、まあアレンジのアイデアをするために、でっかいシーケンサー買ったんだよね。ローランド社とかさ、まあコルグ社とか、まあそこら辺のシーケンサーをまあ35年前に奮発して買ったことがあるんだけど、結局ヤマハのコンパクトな安いシーケンサーずっと使っちゃうし、その時に組んだローンのおかげで35年間家族にめっちゃくちゃ叱られたし、ジャックスカードっていうローン会社で作ったんだけど、だから俺もジャックスカードでローン二度と組みたくないと思って、わかるだろう、そういう番組あるよね、ジャックスカードプレゼントとか言って、それだ、まあローンを組んだおかげで家族からもうクソみそに言われる人生をずっと家の中で35年間ね暮らしたんで、ギターローンで買うのすごく困るし、これ以上もうローンでギター買う必要ないから、買うお金ないんで積み立てをして、まあ10万前後で、10万前後か20万前後で、20万まで貯めたことがないけどね、まあ貯まっても他のことで生活のために使ったりとか、まあ今後の将来のためとか、まあいろいろあるから、ギターもし買って外れだなぁとか思うの、ギター買うためにローン組むのなぁとか思ったら、まあ基本的に安く買っても一生もんとして使ってるから、タダでもらったギターもかなり未だに売らずに持ってるからね。でも最近買ったのは8万円の、このバッカス社製の8万円前後だったと思うよ、このストラト風シングルハム SSH かな、まあ、SSH が欲しかったかっていうと買いました、買ったけど、まあ、アームがそのこのフェルナンデスのここのブリッジっていうか、まあアームのアームホール、アームの穴のサイズが合うの、島村学さんに毎回行っても合うの作ってくれない、用意してくれないんで、島村学さんではね、島村学さんではこの時代のフェルナンデスのストラトキャスターのアームのサイズ、アームの種類取り寄せてくれないの、サイズが太すぎてさ、アームが合うのくれないんだよね、用意してくれないから、アーム使いたくて、どうせならアームとか、まあここら辺ブリッジとか、なんていうの、一応ロックペグっていうから、ロックペグでしょうがなくって、しょうがなくっていうか、ロックペグで弾くとアーム多少はこうアームを使いすぎるとチューニング狂いやすいから、あんまりチューニングにデリケートなギタリストじゃないの知ってると思うんで、他のバンメンバーの音や、なんていうの、自分の作曲したキーに合ってればいいかなぐらいにしか思ってない人間だから、チューニングアームを使いすぎるともっとそれ以上に狂ってしまうから、ロックペグっていう、ここか、まあちょっとペグのねじ回しの使い方に、糸巻きのそこちょっと違うんだ、まあ俺みたいなちょっとしか、ちょっとギター触ってみました風の動画しか出せないから、
あの、そんなに高いギター持ってもなと思ったし、まあ実際お金、ギターローン組まずにいかつで、俺みたいな人間が買うのちょっと大変だなと思ったんだ。うん。で、まあ、なんだっけ。ローステッドメイプルシバン、それはどうなんだとか思って、これメイプルなんだけど、これもメイプルシバンだけど、ローステッドメイプルシバンか。それに関しては、どう違うかっていうのは俺には分かってない。実はまだな。もっと、焦がした方、ローストして真っ黒にしたメイプルシバンの方が、ヴィンテージっぽい音じゃないかっていう人もいるし、まあそこら辺は分からないけど、アームとにかく使いたかったっていう、アーム使わせてくれとか思って。で、SSH だし、まあ8万ぐらい出せば、まあ普通かなと思って、まあ、それでまあいろいろ考えたけど、まあベニヤに、ベニヤって言っちゃ悪いけど、まあ合板っていうかベニヤっぽいベニヤとか、まあコンパネみたいな大工用具言ってもしょうがないんだけど、まあそういうなんかすごくギターに適して材木使ってないギターにピックアップと棒がついて弦張ってるだけみたいなギターを持たせても俺なんかじゃなくてもすごく上手な人が弾くとその人の音になったりすることがあるっていうか、それひどい言い方だな、ギターの性能とか全然関係ないのって言われてあるんだけど、弾きやすさとかそのアームとか、まあ、ピックアップの特徴とか多少はあるけど全然違う。俺レスポールっていうギブソンレスポールっていうギターはあんまり弾きたくないっていうか、俺レスポール弾きだって思われてるらしいけど、それみんなギターのことをさんまさんのように陰形に例えて言ってんだったら、俺にとってギターは陰形でもなんでもないからな。おいじゃない、俺ちょっとアイス食うからな。チョコミント好きなんだよ。チョコミントね。チョコミントだよ。わかった？食わしてね。